デレアリは、イングランドバッキンガムシャー州ミルトン・キーンズ出身のサッカー選手。プレミアリーグ、トッテナムホットスパー所属。ポジションはミッドフィールダー。ナイジェリア人の父親とイングランド人の母親の間に生まれる。父親は、アリの誕生後すぐに、アメリカ合衆国に移住し、残された母親と、アリ含む4人の異父兄弟は、貧しい生活を強いられた。家庭内には、 喧嘩が絶えず、母親がアルコール依存症に陥ると、さらに状況は悪化した。9歳で父親と共にナイジェリアに移住し、2年を過ごした後イングランドの母親の元に戻ったが、変わらず生活はさみ、ほとんど家に帰らず悪童たちとつるんでいたという。彼の人生を変えたのはサッカーであった。2007年、地元の MK ドンズのアカデミーに入団し、13歳で、 チームメイトの両親の行為で、異送老生活を始め、親元を離れた。ユースチームで力をつけた後、2012から13、シーズンに16歳で、プロデビュー。重大ながら、チームの中心選手として活躍するありに、有力チームも注目するようになり、2015年2月に、トッテナムホットスパーへの移籍が決定するも、2014から15、シーズンは、 ローン一席の形で MK、ドンズに残留。同シーズンは39試合に出場し16ゴールを決めるなど安定したプレーを見せ、フットボールリーグの最優秀若手選手に選出された。2015から16シーズン2015から16シーズンより正式にトッテナムホットスパーに加入。 開幕戦のマンチェスターユナイテッド戦でプレミアリーグデビューを果たし8月22日のレスターシティ戦で移籍後初ゴールを決めた19歳の選手とあって最初はそれほど重要な存在になるとは考えられていなかったがマウリシオ・ポチェッティの監督が起用するとすぐに結果を残しレギュラーに定着した 2016年1月には年報が引き上げられた5年契約を締結し、ゴールデンボーイ2015候補者40名にも選出された。1月24日のプレミアリーグ第23節、クリスタルパレス戦では1から1の同点で迎えた終了間際にクリスティアン・エリクセンからパスを受け、巧みなコントロールでボールを浮かせて、相手 DF をかわし、ボレーシュートで決勝点を記録した。 このゴールについて、アリは、生まれながらの本能に従ったまでだよ。良いボールが来たので、一回タッチして、後を開けるだけだった。考える時間もなく、自然に体が動いたんだ。どうやって喜んだらいいかわからなかったよ。と、コメント、敵将のアーラン・パーディー監督は、見ていて、鳥肌が立った。そしてあまりにも美しいゴールに、言葉が出なかったと称賛した。 他にもこのゴールは、ガレスベールや、グレンホドルにも絶賛された。2015から16シーズン、リーグ戦では10得点11アシストを記録、プレミアリーグの年間ベスト11に選ばれた。2016から17シーズンユニホームの名前を、それまでのありからデレに変更した。2017年1月4日、 プレミアリーグ第20節の首位チェルシー FC 戦で2得点を決めて勝利に貢献するなど5試合で5ゴールを挙げ2017年1月にはプレミアリーグ月間 MVP を初めて受賞した4月9日のワトフォード FC 戦ではシーズン16得点目となる鋭いカーブをかけたシュートで先制点を決めチームの勝利に貢献した 2017年4月には活躍が認められ2年連続でプレミアリーグの年間ベスト11に選出され2年連続のピーフ最優秀若手選手賞も受賞した2017から18シーズン開幕戦となったニューカッスルユナイテッド戦で61分にクリスティアン・エリクセンのクロスからシーズン初ゴールを決めチームも2から0で勝利した 10月22日のリバプール FC 戦では前半、終了間際に強烈なボレーシュートを決め勝利に貢献した。11月1日、UEFA チャンピオンズリーググループ A 時、ウェンブリースタジアムでのレアルマドリード戦では、前半にキーランとリッピアーのクロスに合わせて、先制点を決めると、後半にも得点を決めて、勝利に貢献。スパーズの CL グループステージ突破に貢献した。 12月26日のサウサンプトン戦では、ハリー・ケインの2ゴールをアシストし、ケインのプレミアリーグ年間最多ゴール数更新を助けた、またアリ自身もゴールを決め、この日1ゴールにアシストの活躍で、チームの勝利に貢献した。4月1日、チェルシー戦では、後半2ゴールを決め、28年ぶりとなる敵地、スタンフォード・ブリッジでの勝利に貢献した。 2018から19シーズン開幕戦のニューカッスル戦では1-1の同点からヘディングで決勝点を挙げた UEFA チャンピオンズリーグ準決勝アヤックスとのセカンドレグでは0から3とリードされて迎えた54分カウンターからルーカスモーラの得点をアシストし1点ビハインドで迎えた終了間際の95分にもワンタッチの柔らかいパスで ルーカスの決勝点をアシスト。にアシストの活躍で劇的勝利に貢献し、トッテナムをクラブ史上初のチャンピオンズリーグ決勝に導いた。しかし、決勝のリバプール戦では制裁をかき、0から2とチームは、敗れ、先般の一人とされた。2019から20シーズン負傷で、開幕3試合は、ベンチ外となり、 リーグ第4節のアーセナル戦で60分からシーズン初出場を果たした。しかし、その後はベンチスタートが続き、第9節のワトフォード戦でシーズン初、先発始初ゴールを決めた。ポチェッティの監督が解任され、新たに就任したジョゼモーリーの指揮下では、5試合で4ゴール、3アシストを挙げ新監督のスタートダッシュに貢献した。 反アジア人種差別事件2020年2月、アリは自身のスナップチャルットアカウントに COVID-19 の発生について冗談を言いながらアジア人男性を嘲笑うかのような動画を投稿しました。この動画ではヒースロー空港でドバイ行きの飛行機を待つ間、フェイスマスクをしていたアリがカメラを動かしてアジア系の男性を映し出した後、 消毒用ハンドウォッシュのボトルにズームインしており、ターミナルにいたアジア系の男性がウイルスに感染している可能性を示唆しているように見えました。このビデオには次のようなキャプションが付けられています。ウイルスが私を捕まえるには、それよりも早くなければならないだろう。2020年6月、あるいは人種、色、民族的出自及び、または国籍への言及を含む FA ルールの 過重違反を犯し、規制委員会から許容できない人種的ステレオタイプを使用したと判断されました。ア・リーは2020年6月にサッカー協会から1試合の出場停止処分を受け、6月19日にトッテナムホットスパーがホームで行うプレミアリーグのマンチェスターユナイテッド戦に出場できなくなりました。また、5万ポンドの罰金を課され、 教育コースの受講を命じられた。2020から21シーズンシーズン開幕戦のエバートン FC 戦で前半終了後にベンチに下げられ、チームも0から1で敗戦した。これを機にモーリーニョとの船仮説が一気に浮上し、パリ・サンジェルマン FC やインテルナツヨナーレ・ミラノへの移籍の可能性が報じられたものの残留。ジオバニ・ロチェルソラとのポジション争いでは遅れを取るも、 出場機会を確保し、UEFA ヨーロッパリーグプレイオフのマッカビハイファ、FC 戦でシーズン初ゴールを記録した。イングランド代表でのあり2015年10月の UEFA ユーロ2016予選にイングランド代表に初招集され、10月9日のエストニア戦でフル代表デビューを果たした。2015年11月17日のフランスとの 新善試合で代表初得点を挙げた。2016年5月 UEFA ユーロ2016にドム23人の最終登録メンバーに選出された。本大会ではグループリーグ初戦のロシア戦を含む3試合に先発出場しベスト8進出をかけたアイスランド戦では実力を垣間見せるハーフボレーシュートを放ったが多くの場面では 経験不足を露呈する結果となった。2018FIFA ワールドカップ、準々決勝のスウェーデン戦で、イングランドの2点目となるゴールを決め、1990年、イタリア大会以来であるイングランドのベスト4、入りを助けた。ポジションは、トップ下と、守備的 MF を務めることが可能であり、トップ下で起用される際には、巧みなボールコントロールや創造性を、 イカシストライカーのような働きを見せ、守備的 MF で起用される際には、走行距離こそ多くないが堅実なプレーを見せる。得点力、チャンスメイク力ともにトップレベルであり、ジャック・ウィルシャーの才能をしのいでいるとも言われる。イングランド代表監督のロイ・ホジソンは、ブライアン・ド・ブソンの再来と表現し、アレックス・ファーガソンは、ポール・バスコイン以来の才能であると評している。かつて、 イングランド代表やリバプール FC の首相として活躍したスティーブン・ジェラードはアリを表して今後10年15年にわたってリバプールで活躍できる選手だったそれくらいの能力は持っているリバプールが彼と契約を結ばなかったことにがっかりしている僕との契約が終わろうとしていたのだからリバプールは彼の獲得に動くべきだったとし自分の後継者にはアリが 理想的だったと述べている。アラン・パーデューはアリに決勝点を決められた際、彼がボールを浮かせた時、最悪の事態が頭をよぎった。あの場面は彼にとって素晴らしい瞬間だった。彼は偉大な才能を持っていると称賛した。2017年5月28日現在、ありがとうございます。